さて、どうするつもりなのかしら。なんだ？今日はちょっと大仕事だな。ですね。頑張ります。頑張ろうぜ、ゆず。今日こそ悪事を働くんでしょ。働くのよね、皆川匠。微妙に自信なくなってきてるよ。階段の日じゃねえな、こりゃ。最後のお願いは本校舎の屋上を掃除してほしい。だが、なんというか、この屋上というスペースには汚れが染みついていた。何から始めればいいのやら皆目見当がつかない。だからってここまで来て投げ出すという選択肢はないわけで。よし、じゃあ始めるか。うん、頑張りましょう。とりあえず自分たちを鼓舞しつつ作業を始めたものの、さすがにこれきついな。入っても入ってもキリがないね。昨日まではピンポイントだったが、場所が今日は広範囲になった。それにこれまでのようにライトを吹けば、物をどかせばなんて目に見えやすい成果と願望が望めない。そしてそれらをダイレクトに式につながってくるもので、きついな。まだまだ余裕だけど。キリがないですよね。士気を低下させないためには涙ぐましい痩せ我慢は結構効果的で、とりあえずは気持ちで負けてやるもんかよ。とはいえ現実問題としてはマジで終わるんかな、これ。あ、もう散れたいわね。もっと大人数でやらないと。こんな広いところの掃除なんてうまくいくわけないでしょ。夏希ちゃん、夏希ちゃん、目的見失ってるよ。生徒会役員としては本来あるべき思考だけど。もう、にしてもじれったいわね。さっさとゴミを諦めて帰ろうとするか、誰かに向かって助けでも壊ないかしら。そんなに気になるなら行けばいいのに。いいからほら、もっとこっちに来て。あ、そんないきなり手を引っ張られた。ちょ、バランスが。いった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 た。ふわ、なんだ。綾瀬さん。いきなり開いた鉄製のドア、そこに崩れ込むように絡まっていたのは、よくつるんでいるところを見る夏希軍団だった。あら、奇遇ね、あなたたち。どんな測ったような奇遇だよ。つか喋るならとりあえず立ってからにしろって。倒れたままでも、に見上げてくる夏希に内心すごいものを感じながら進言する。夏希は奮戦といった感じで立ち上がると、颯爽としたポーズを一応取って、それであなたたちはここでどんな悪いことをしているのかしら。いやー、ちょうどいいところに来た。手伝ってくれよ、人手が全然足りねえんだ。手伝うって何を。なんでそんなこと。嫌なのか。だってあんたたちが何やってるかは知らないけど、なんで悪事の片棒は私が担がなきゃいけないのよ。掃除してるから手伝ってほしいって言いなさいよ。変わりにくいでしょ。はあ。何よ、文句あるの。これ委員長の仕事なんだけどな。委員長の箱に投書があったんだよ。でそれをやってるの。箱ってあの目安箱のこと。そう。そんなの今まで誰も気づいてなかったのに、なんで今になってあんたが。誰もやってないからやらなくていいってことにはならないだろう。だからまず俺が率先してと思ってね。うん。いや、そういうみんながやらないことをやってこその委員なんじゃないかなって。もちろんよ。あ、余さず全部やってやるに決まってるじゃない。じゃあこの屋上の掃除の理由だって十分すぎるほど理解できるよな。当たり前よ。よし、グリもグラも一緒にやろう。私も。いや、神楽ちょっと色っぽすぎない。クラスのため、学園のために動くのが私たちの役目じゃない。はい。もうしょうがないな、夏希は。あ、すごい、綾瀬さんが素直に言われた通り動いてる。ああ、俺も自分で言っておいてこんなにうまくいくとは思わなかった。やっぱ人は褒めた方がよく動くもんだな。今のはちょっと違う気が。
うさ、お昼どうする？学食だっけ？ううん、今日はお弁当だけど。あ、じゃあ屋上行ってそこで食べよっか。上がれないじゃん屋上。階段のとこ荷物置き場になってたし。それがね、昨日から急に上がれるようになったんだって。本当に？だったらちょっと見てみたいかも。じゃあさ、とりあえずいっぺん行ってみようよ。ようこそ我が屋上へ。すず、屋上てか、あの手紙って全部すずが出したやつ？すずはなんか屋上に思い入れがあるのか？綺麗になってる。すず、風が気持ちいいですね。そうだな、放課後綺麗になった屋上にゆずと一緒にのんびりと散歩していた。解放された屋上には俺たちの他に何組かの生徒が来ていて、バレーボールをしたり談笑したりしていた。どう、屋上でバレーボール危なすぎない？ボールパーン飛んでいくぞ。そうして前の参上しているとにわかには信じがたい光景だったりする。しかし悪かったな、ここ3日ぐらい引き回しちゃって。いえいえ大丈夫です。綺麗になってみんな楽しそうですし。ゆず天使すぎる。なんという奉仕精神。世界がゆずばかりの村ならきっと戦争もなくなるだろうに。そんなんじゃなくて、ただん、結構楽しかったんです。この何日かこの学校に通うようになって、あまり楽しいって感じることもなかったんです。ああ、そうなのか。あ、もちろん嫌ってわけじゃないんですけど、なんかこう毎日が同じことの繰り返しで、それから外れたことってなんだかちょっと新鮮で、だから単なる掃除でもすごく楽しかったです。ほー、また何かあったら誘ってくださいね。ああ、その時はぜひ頼むよ。その時はあの小うるさい副委員長もセットで誘うかな。昨日は結構ノリノリで掃除してたし。しかしまあ急に人が増えたな。ん？周囲をぐるっと見回した先、あるものに目が引っかかってつい声を上げる。どうかしました？ごめんゆず、ちょっと俺先に行くわ。はい。屋上きれいに掃除したから生徒の出入りを自由にしてくれっていう申請書、ご丁寧に先生の許可ももらってきた。あいつ、私を散々利用した挙句、手柄を独り占めしようって魂胆だったのね。そうとしていれば最初から。きれいにしたのは副委員長の綾瀬夏樹さんですって、しっかりと記載してあったみたいよ。はい。よかったじゃない。クラス委員長と一致協力して、屋上の掃除を率先して行うなんて。先生方の評判も上々みたいよ。当然だ。そこは抜かりなく。ああ。そうなんです。彼と協力して、大変だったんですよ。手のひらの上で踊らされてる。だね。よいしょと。校内につながる階段がある小さな塔、その外壁に打ち付けられた鉄製のはしごで屋上のさらにその上へと上がる。今日はここに来てんだな。ついに始まるか、能力バトル。なんで来たの？すず、相変わらずのぶっきらぼうな口調で俺が来た理由を聞く。すず、いつものナンプレの本を手に首だけをこちらに向けて話しかけてきた。別に報告だけしようかと思って、その横にあぐらをかいて座り込む。報告？何の？当初について。一応書かれていた3つのことは終わった。そう。帰り際に門中のとこも見といてくれよ。ライトを付け替えたおかげで結構綺麗になったから。何の話？あ、そっか、お前が知ってるわけないもんな。当初に書かれてたんだよ。もともと高台にある学校だから、屋上に上がるとなおさら景色は良くなる。しかもここは屋上よりもさらに一段高い場所にあるのだ。
いい景色だな、ここ。うん。周りは空以外何もない。ポコポコと浮かんだ雲の数を数えるぐらいしか当面やることはなさそうな風景だった。こう余計なものが何もないと頭も空っぽにしていろいろと考えられそうだ。そうね。だからかえっていろんなことが頭の中に入ってくる。あなたのせいね。ちょっと責めるような、でもどこかほっとした声で言った。何があるんだ、すず、君は何なんだ。あ、こう、なんかこういう感じで見れるんだね。うわ、これ聞けんの。そうね、そうね、そうね、こうやって聞けるんだ。あなたのせいね。めちゃくちゃいいじゃん。そりゃどうも。まあここが綺麗になったからって別にどうってこともないんだろうけど。そうでもない。え、背けたままだった亮の顔がいつしかこちらに向き直っていた。取るに足らないことかもしれないけど、実はとても大事なことだと思う。でもみんな気ぜわしい時にはそういうことに気づけないから。気ぜわしいって読むんだ、これすげえな。だからどんどんつまらなくなっていく。あの日の放課後以来、鈴がこれだけ喋ったのを聞いたのは初めてだった。俺の言葉のどこかにキーがあったのか、それをきっかけにつらつらと話し出して、相槌もなくじっと聞いていた俺を前に、どこかもどかしそうにそんなことを語った。ごめん、どうでもいいよね。亮は喋りすぎたと思ったのか、俺の視線に気づいて慌てて口を閉じると、カバンの中に本を入れて帰り支度を始めたのだった。まだこんなことを続けるつもり？目安箱のことを言ってるならそうするつもりだ。もちろん依頼があればだけど。うん。だ、慣れた手つきで筆箱やタオルをカバンに放り込む。帰る。そっか。鈴はもう一度俺の方を見て、はしごの方へと歩いていった。ああ、そうそう。お前もさ、何か依頼があったら投書してくれよ。鈴の足がピタリと止まった。もう、ほったらかしにはしないからさ。要は否定も肯定もせず、そのままはしごを降りていった。これから夕暮れの色に染まる空から吹き下ろすように少し冷たい風が吹いた。これから暗くなった時、鈴が門中の明かりを見て何を考えるのかちょっとだけ気になった。なんかいい話だ。うん。